ストレートエニアグラム二等辺の友人はです T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、エニアグラムの最新刊、はい、何のことですか別にエニアグラムの出版社があるわけじゃないんですけども、大御所、大御所鈴木秀子さん監修のエニアグラムの本を紹介できればと思っています、うんうんうん、こちら、対人コミュニケーションの人間学、エニアグラムによる自己分析と他者理解、っていう本が令和2年10月30日の発行、はい、第1刷りでございます、うんうん、最新刊、最新刊、うん、でこれは鈴木秀子さんが監修して、うんうん、片岡由香さん、上田英子さんっていう方が書かれた本でございます、うんうんうん、とうとう新しい時代になってきましたと、うんうん、エニアグラムも、うんうん、お前が言うなですけどで、うん、まあ私も隊長もまあ、うんうん、いろいろエニアグラムの本をたくさん読んできて、うんうん、まあ何て言うんでしょう、あ、この読んだことある、うん、読んだことある、まあ基本的なとこは一緒ですからね、はい、うん、なんでまあパラパラと読んで、あ、うん、読んだことあるねとか思いながら読んでるんですけど、うんうんうん、ちょっとあ、こんなデータがあるんだとか、うん、あ、こういう見方があったんだねみたいな、うんうん、ちょっと新しい部分、そうね、ちょっと紹介できればと思ってます、はい、でこの本で、うん、その、あ、二等兵が感じたところの、うんうんうん、気になる、気になる新しい部分、新しい部分、うん、としては、うん、まずはそのすごい面白かったのが、うん、鈴木秀子さんがどうやってエニアグラムを学んだのか、うん、要はどこどこ、要はアメリカに渡って、うんうんうん、要は今までここでも、うんうん、あのヘレン・パーマーさんですとか、うんうんうん、なんとかオリアリーさんです、うんうんうん、が書いた本ですって言ってたんですけど、うん、鈴木秀子さんがその方々と一緒に学んでいた、うん、同席してましたみたいな、っていうところで、へーって一緒に学んでたんだねっていうところがまず発見なので、この辺大御所ですね。はい、なのでこれもまたちょっとどうかで、そのなんて、まあ流派の話、前ここでも歴史の話をしたんですが、そことつなげてちょっとまた話ができればと思っています。でまたそのどちらかというと、このエニアグラムのファシリテーターとして、うんうん、要はエニアグラムを使って人にどんな姿勢で臨むといいよみたいなこととか、うんうん、そのどんな姿勢でいましょうとか、うんうんうん、っていうことにもちょっと重きが置かれているのかなと思いました、うんうん、なんでそのもちろんエニアグラムなので、うん、まず自分を知る、うんうん、で人を知るっていうところではあるんですが、じゃあそれをどう使うか、うん、タイトルが対人コミュニケーションですからね、はい、なんでそれはそのエニアグラムを純粋に見るのではなくて、うん、我々みたいにエニアグラムを使って人にどう影響を与えていくかっていうことも、あの、学べるのかなって思ってます。あ、鈴木秀子さん、片岡さん、上田さん、うん、違ってたらすいません僕はそう受け取りました、うん、まあ、そうなんじゃないですか、対人コミュニケーションの人間観ってタイトル、はいはい、エニアグラムではない。あ、そうですね。そうそう、で、あとはまあその、まあ、言い方が悪かったらすいません、うんうん、あとはその他のエニアグラムの本にもあるようなところも多いんですが、まあ、分かりやすい分け方として、うん、その活用の仕方っていう取り上げ方で、うんうん、なんかより実践的な感じですね。そうです、うん、そうですね、うん、そのタイプを深く知ろうではなくて、うんうんうん、人間関係にどう活用しようみたいなところに重きが置かれているので、そのこのタイプとの付き合い方ですとか、うんうん、タイプの誤認をどう調べるかとかに重きが置かれていると受け止めているので、純粋にそのエニアグラムを学んで人と交接しようじゃなくて、本当に我々みたいにこのエニアグラムを使って、あ、なんていうの、エニアグラムをどう広めていけばいいのかみたいなことなんですかね。要はエニアグラムで広めていく、で広めていこうとするものが、もの、うん、読むべき本なのかなと。広めたい人が。そうですね。要はあのエニアグラムっていまいち
マイナーじゃないですか。マイナーですね。はい。うんうん、その中田のあっちゃんが取り上げることは決してない。うんうん、決してない。アドラーではない。アドラーではない。うんうんうん、なんで本当はアドラー上下をつけるわけじゃないんですけども、うんうん、そのでね人間関係に役立つ、うんうん、役立てられる知恵のはずなのに、うんうん、まあそれはその元々の出が、うんうん、あの秘伝とされていた、うんうん、口伝で伝えられてきたっていうところから、うん、そうなってるのかもしれないんですけども、うんうん、ただまあなんで我私としては、うん、あのこれを使ってエニアグラムを広めねばっていう若干使命を最近、うんうんうん、勝手に YouTube を使って YouTube を使って感じておりますと、うんうんうん、勝手にすいません鈴木さん。うん、まあでも喜ぶんじゃないですか、はい、紹介です。でそうです、うん、あだとするとありがたいです、うんうん、であとその面白いデータとして、うん、その各タイプのところに、うん初めにタイプ1だと思った人が最終的にどのタイプだったかっていうパーセントが出てくるのがとても面白くて、うん、ちなみに僕最初自分は5だと思ったんですよ。はい、例えば、うん5はどうなってるんですか。9とか出るんですかね。最初に5だと思った人は 65% がタイプ5だった、うん、あで 11% がタイプ6だった、うんうんうん、11% がタイプ9だった。あで出てるのでまあまあ多い方、はい、うん、なんで初めにタイプ5だと思った人が最終的にどうだったか、うん、5の人は5が多いってことですねきっと。まあ5は分かりやすいところではありますよね。じゃあちなみに私、うん、タイプ6、うん、あでもタイプ6と思ってないんですよね。最初7って思ったんですね。最初そうですね、うん、だとすると私は最初にタイプ7だと思った、うんうんうん、で初めにタイプ7だった人が最終的にどのタイプだったかを見ると、うんうん、タイプ7でタイプ7だったのは、うん52%、うんうんうん、タイプ8だった人が 8.5%、うんうん、あとはタイプ2、タイプ5、タイプ6、タイプ9、タイプ1が、うんうん、あタイプ7だった、まあ、7は多い憧れるタイプですからね。人気のタイプ、人気のタイプで、まあうん、面白い結果としては、うんうん、初めにタイプ3だと思って、うんうんうん、本当にタイプ3だったっていうのは 54%、うんうん、やっぱりちょっと他のタイプよりも低い、うんうんうん、で、うん、面白いのが、うん、あのタイプ8、うんうん、最初にタイプ8だと思った人が本当にタイプ8だったっていうパーセントは 37% なんです、うんうん、で、まあ、タイプ6、タイプ1が16.5、16.5、うんうんうん、っていうところで、うん、最初にタイプ8だと思った人が、うんうん、本当にタイプ8だったのは少ない、少ない、とても少ない、うん、勘違いする。そうです。 1、 あ、まあ、1の人は自分怒りっぽいからとか思ってるんですかねきっと、とか、うん、そのタイプ8のいい面、うんうんうん、要は挑戦者、うんうん、そう挑戦する人、強いところ、はい、うん、し、あのやっぱり支配欲ってどのタイプもありますもんね、うんうんうん、まあどうコントロールしようみたいなところは多分ありますよね、うん、で僕も多分タイプ8だったら嬉しいだろうなって思うんですね、うん、うーん、6って言われるやったーって、6って言われるよりも、うんうん、タイプ8って言われた方が嬉しいんですよ、うんうん、でも多分8の人は嬉しくないんじゃないですかって思ってるんですよね、うんうん、多分その俺そんなに威圧的じゃないしって思ってるんですよ。なるほど、うん、僕多分タイプ8って言われ、うん、多分人から言われたとしたら、うん、あ、実際に僕はあのセミナーで言われたんですね、うん、タイプ6か8か迷ったって言われた時に嬉しかったんですよ。8であれば、8であればタイプ6とタイプ8で迷ったんですがって言われた時に8って言ってくれ、うん、8って言ってくれ、うん、まあこの反応8じゃないんですけどね。うんうん、さあ6って言われて、うんうん、はあってなったんですけど、うん、多分なんでまあ嫌な、あ、だから8の人だったら6と8って言われたら6って思うんじゃないですかね。あ、6だろうなって、そう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 、あ、俺は6、そんなにあんなに威圧感ない、そう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 、もっと優しいしみたいなっていう、うん、あのデータも加わっておりますと、うん、面白いですよね。面白いですね。で、うん、
なんで、まあ、また。そう、これ見てる人とかも、私はどう書かれてるのってのがあれば、あれば、全然、うん、まあ、ぜひ買ってくださいですし、はいはい、何かあれば、うん、この本を使ってまた、エニアグラムの紹介をと思っております。うんうん、おすすめです。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。